あなたがインタビュアーさんですね。今日はよろしくお願いします。はい、自己紹介からですね。私は神馬女子芸術高校1年の横田春菜って言います。神馬では生徒会と生徒会防衛隊に所属してます。はい、そうなんです。実は神馬に来たのはつい最近で、少し前までは両親の都合でアメリカのガーデン、ボストンフレーバーズガーデンにいたんです。神馬に来た理由ですか？それはもちろん、高根姉様こと宮川高根様がいらっしゃるからです。春菜と高根姉様はいとこなんですよ。子供の頃からいつかきっと高根姉様と同じガーデンで一緒に戦うことを夢見てきたんです。その夢がようやく叶いました。ただ本当は高根姉様のいるグランエプレに入りたかったんです。でもあいにく定員オーバーみたいで。まあ最近看板に来たのだからしょうがないですけど。え、生徒会じゃ不満かって？そんなことはありません。実は現会長の明妃様とは昔お会いしたことがあるんです。お台場迎撃戦って知ってますか？春菜の実家お台場にあるんですけど、前に一時帰国した際お台場迎撃戦に巻き込まれちゃって、急遽こちらのリリーの方々と共に戦うことになったんです。その時一緒に戦ったのが明妃様なんです。明妃様は日本のリリーじゃない春菜にいろいろと親身になってアドバイスをくださいました。おかげで私は無事にお台場迎撃戦を乗り越えることができたんです。先ほど春菜が看板に来たのは高根姉様と一緒に戦いたいからと言いましたよね。もちろんその通りではあるんですが、明妃様がいるからというのも大きな理由なんです。だから明妃様のいる生徒会に入れてとても満足してます。次は生徒会のメンバーについてですね。会長の明妃様は今お話ししたように春菜が尊敬するすごい人です。リリーとして優秀なのはもちろんのこと、生徒会長としても生徒のどんな悩みも親身になって聞いてくださる方なんですよ。先日大好きな先輩と喧嘩したから仲直りする方法を教えてほしいって生徒が来て、会長一緒になって悩んでたんですよ。なんだかその姿がすごく微笑ましくて笑っちゃいました。あ、これは明妃様には内緒ですよ。明妃様怒らせると怖いですから。スズメさんは可愛い小動物って感じですね。あれ、この表現ってもしかして失礼かな。まあいっか。でも仕事がすごく早くて正確なんです。春菜と同じ生徒会の1年生なのに。それに明妃様とも仲が良くてなんだか嫉妬しちゃいます。あ、でも春菜には高根姉様がいるから大丈夫ですけど。最後は藤野様ですね。藤野様はなんというか不思議な方です。春菜に生徒会のお仕事をいろいろ丁寧に教えてくれてすごく頼りになる先輩なんですが、たまーにおかしなことを言うんですよね。この前生徒会防衛隊の任務中、私朝ごはん食べてなくて途中すっごくお腹空いちゃって、そしたら藤野様が、さっきカエルを見つけたから捕まえてくるわねって言うんですよ。さすがに明妃様が止めてましたけど、あれって本気だったのかな。とにかく看板の生徒会はみんなすごくていい人たちってことです。それじゃあ前置きはここまでにして本番行きましょうか。え、だからここからは春菜と高根姉様の出会いから今に至るまでの出来事を時系列で説明するんですよ。もちろん同時に高根姉様の魅力も。え、それはいらない？そうですか、残念ですがしょうがないですね。それじゃあ後で資料にして送っておきますね。はい、
こちらこそありがとうございました。春菜へのインタビューはいつでもウェルカムですから。またいらっしゃってください。